ドイツ研究センターヘルムホルツ協会はドイツを代表する科学研究組織、公益法人、ヘルムホルツ協会と略されることが多い。16の研究センターから構成され、主に大型研究開発施設を利用した研究開発を実施している。各研究センターは自然科学、工学、生物学、医学等重点分野の基礎的、基盤的研究、 工業課前段階の技術開発等に取り組んでいる、他、研究及び教育における大学のパートナーとしての役割も果たしている。2008年のデータでは、約2万8000人が所属し、予算総額は約28億ユーロ。予算の約3分の2は、連邦政府、州政府からの助成金で、残りの約3分の1は、政府、 民間からの委託等から出資されている。なお、教会の名前は、ヘルマンフォン・ヘルムホルツにちなむ。ヘルムホルツセンターの位置、ヘルムホルツ教会は、以下の16の組織から構成される。各センターの研究は6つの研究に分類される。ありがとうございます。